元朝日新聞記者上村隆敗訴確定昨日最高裁が元朝日新聞記者の上村隆さんがいわゆる慰安婦問題について書いた記事を捏造だと認定され名誉を毀損されたとしてジャーナリストの桜井よし子さんらを訴えていた裁判において上告を退ける決定をし上村さんの敗訴が確定いたしました一審の札幌地裁は 桜井さんが記事の公正さに疑問を持ち、上村さんがあえて事実と異なる記事を執筆したと信じたのには相当な理由があると認定して、上村さん敗訴の判決を下し、二審の札幌高裁も指示しておりましたが、最高裁によって上村さんの敗訴が確定いたしました。今回の場合、公益性も公共性も 真実性もございますので、そもそも名誉毀損には該当いたしません。この上村さんが引き起こした裁判は、言論弾圧のスラップ訴訟であると受け止められても仕方がないでしょう。また、いわゆる慰安婦問題の関係者に記事を書かせてしまった朝日新聞の危機管理体制にも問題がございますので、朝日新聞には、 この上村さん敗訴、はい、の判決を重く受け止めていただき、朝日新聞において、同様の問題が二度と繰り返されることがないように、厳しく対策を講じていただくよう、お願いいたします。以上になりりまます。ごご聴いいたた。だきありがとうございました